ドーンとボーンチェックしてみよう。いや、めっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。この黄色のスカート目立つ。いつもこれで走ってるんですか？はい、目立つでしょ。目立つかもです。おしゃれな美女が代表だと思います。もう今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前とどちらからいらっしゃったか教えてください。はい、小野純子と言います。やっぱり名前までなんか可愛くて芸名みたいですね。そんなことない、はい、東京の目黒区から来ました。目黒、はい、あ、近い。近いですか？はい、近いです。で、あのランニング歴はどのぐらいですか？3年くらいです。3年くらい、はい、まずですね、はい、もうじゃあ走ることは慣れてきて。慣れてないんです。それが慣れてない。ハーフぐらいしか走れなくて、うんうんうん、フルマラソンを走りたいんですけど、うん、そこまでに走る、うんうん、気力と体力がまだできてないです。なるほど。すぐ苦しくなって距離が伸びないです。あ、そうかそうか、そこの部分なんですね。距離を伸ばそうと思ってもうハーフでいっぱいいっぱいになっちゃう。そうですね。自分で思ってるよりこうペースが速すぎるとか、うん、あとはまあフォームとかそういうのも関係してくると思いますので、はい、今日はちょっとそのあたりチェックしますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまず小野さんのフォームをサイドからチェックしましょう。とても軽やかですが、腹筋を使った正しい前傾姿勢ができていないのがちょっと残念ですね。また着地ポイントが前にありすぎるため、必要以上に脚力に頼って前に進んでいます。正面から見るとどうでしょうか？腕振りに注目してください。アクセントが体の前にあり、肩甲骨を動かし肘を引く動作ができていませんね。さらに重心の位置も少し高いため、走りが安定せずやや蛇行しながら走っています。それではワークアウトに移りましょう。お疲れ様です。そんな変な走りじゃないですよ。変な走りじゃないけど、いくつか特徴があって、腕振りの、ね、左右差があるんですね。左右差があってちょっと横に振ってます。だから走ってて蛇行するんですよ。右にちょっと寄れていくのかな、うん、それとやっぱり骨盤は動いてないので、足だけでガーンとこう地面踏んでますから、もっとね、いかにこう無駄をなくしてもう本当に前傾して自分の体重の力だけで進んでいくかっていう風に変えていった方がいいですね。でちょっとね、まずね、あの腕振りの左右差がどこにあるのかで腕振ってみてください。普通に、あ、OK とね、まず意識が左腕は前に振ってますね。右腕は後ろに振ってますね。これを両方とも後ろに振るっていう意識に変えてください。はい、こう、あとね、腕がね、こうやって振っちゃってるんです、横に。でもね、後ろにこうやってぐる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 回しながら後ろに引くだけ、それだけ、そうです。それだけ、1、2、1、2、1、2、1、2、こう肩甲骨意識してですね、そうそう。そうすると、これがちゃんとできると骨盤がちゃんと動くんですね。お、動いてきた。これがまず一つポイントです。とね、あとはここに力入ってないです、あんまり走るときに。で、力入れてください。ここが息入って。重心がね、ちょっと高いんですね、うん、この辺じゃなくてここを意識する。力入んないね。またお願いします。ポイントは姿勢を良くして、その下自分でここを押さえながら、そこを意識してスッと足上げます。そう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 、はい、いでしょ。はい、立って。はい、じゃあまたコンパクトに腕振ってみてください。ここを中心に、さっきの入るでしょ。はい、近いで、そうそうそう、ほらほら、入る。もうあと一歩だけ、はい、はい、斜めに倒れてください。はい、押さえてるから大丈夫、体重預けて、大丈夫。もっともっともっと、お腹に力入るでしょ、自然に。はい、じゃあ前に進んでください。前、足踏みしながら前に進んで、もっと踏ん張って、いや、もっとグングングンって前に進む。踏ん張って押すときに足じゃなくてお腹で押すんですね。ちょっと僕の肩持ってもらえますか。いいですか。足で踏ん張る人ってこうなるんですよ。お腹で押すとこうなる。
こういう違いです。全く違う力なんで、体をまっすぐにして、はい、斜めになって、はい、お腹通してください。はい、踏ん張って踏ん張って、そう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 、はい、ぐっと前に進んで、そう、そのまま一歩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 、そう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 、はい、いいでしょう。もうちょいだな、ね、あのちょっと表現変ですけど、お腹で地面をグーって掴むような感じです。変にグーッと力入れるんじゃなくて、やっぱりここを全く意識しないで、足だけで先までポンポン、こんな感じでしたね、こんな感じで、こんな感じ、こんな感じでじゃなくて、一歩一歩しっかり体重を地面に乗っけて走る。ここでグッと掴むような感じで、はい、もう一回いってみましょう、はい、そう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 、グッと捉えながらスピード上げて、スピード上げて、もっとスピード上げてください。そう、よし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 、 OK、 もう大丈夫です、はい、できました。じゃあアフターちょっとやってみましょう、はい、自信持って、はい、はい、さあワークアウト後の走りを見てみましょう。まずはサイドから。腹筋を意識できるようになったことで、正しい前傾姿勢にぐっと近づきましたね。次に後ろからフォームをチェックしましょう。しっかりと腕を後ろに引く意識が高まっています。肩甲骨を動かした正しい腕振りに改善しましたよ。サイドからの走りを2画面で比較するとどうでしょうか。着地ポイントが改善し、足だけに頼らないスムーズな重心移動になりましたね。前からのフォームを2画面で比較しましょう。重心の位置が安定したこともあり、蛇行していた走りが改善しましたね。効率的なフォームを身につけたかったという小野さん、今回のフォームならフルマラソン完走も大丈夫。頑張ってください。